ここからは、会場の皆様から質問をいくつかお受けしたいと思います。ご質問のある方挙手でお知らせいただきたいんですが、ただ一つお願いがございまして、チームのいわゆる強化に関するようなご質問でお願いしたい。例えばグッズのことについて聞かれましてもメンバーがメンバーなのでちょっと ねグッズ難しいですよね。今日はそうですよね。ということで強化にまつわることでご質問のある方、お願いします。じゃあその上の白と、そう T シャツの方、はい、行ってみましょう。すいません、今マイク行きますので。ミドリークの伊藤と申します。よろしくお願いします。質問したいことは1点、簡単なことなんですけれど、今期の補強の成功度を100点満点で評価すると何点になるでしょうか。それは土田さんでよろしいですか。土田さんでいいです、はい、土田さんでいいですすいませんすいません、ちょっと言葉が間違ってましたけど、土田さんよろしくお願いします。今3人で何点だっけっていう話し合いでしょうかね、これ。あ、マイクのありかでしょうか。何点か、補強のところで今自分が点数つけるのは、現時点ではできることはやっていると思っています。ただ、今シーズン中も継続してそこのところは見てやっていかなきゃいけないと思っています。ですから現時点で点数つけるのは難しいと思ってますけれども、現時点ではできることはやってるんじゃないかなと思っています。ただ100点かどうかというとちょっと分かりませんけれども、そういう答えで納得いっていただけるでしょうか。できません。1点だけと言いましたので現時点で100点満点のうちどんな点で評価できるか、それのシンプルな質問です。じゃあ90点でお願いします。はい、よろしいですか。ありがとうございます。さあ、それでは続いて、はい、質問ある方、じゃあそちらの真ん中のお父様行きましょうか。はい、はい、眼鏡をかけたお父様。今日はありがとうございます。坂東と言います。本部長に一つ伺いたいんですけど、偶然じゃなくて自然にっていうお話あったと思うんです。でそのためにはいろいろお話あったように、ジュニアからうんぬんかんぬんっていろいろあると思うんですけど、一つだけ聞きたいのが、大槻さんが監督になる前にネットワークを強化推進するプロジェクトがあったと思うんですけども、今外から見てる限りでいうと、そういうその補強するため の, そのネットワークが非常に貧弱に見えるんですよ。で海外っていうと特にヨーロッパの中でポンテさんのラインしかないように見える。でそこをどういうふうに強化していくかということをぜひお話いただきたい。いい質問ありがとうございます。正直私もクラブの中で見ていても、そのネットワーク作りをもっと強化しなければいけないっていうのは大きな課題としてまず思ってます。これから着手することが多いと思うんですけど、例えばですけども、マンチェスターシティはスカウトが60人世界でいると言われてるんですね。昨日たまたまマリノスの強化部長といろいろ話すこともあったんですけども、やはりそういったところに対抗してその上ないしそれのレベルのことをやらないといけないとすると、例えばですけども、やっぱりそのグローバルの中でネットワークを持っていくとか、それからアライアンスを組んでいくとか、同じサッカーを志望している、できれば同じ考えを持っているチームと同じような選手を探しているわけですので、そういうチームの情報、スカウトの情報も一緒にもらえるような提携アライアンスを組んでいくとか、また具体的ではないですけども、そういったことまで視野に入れていかないと、やはりそういったマリノスがやっているようなことに対抗していくには厳しいところがあると思って、例えば日本の中でもどういうネットワークを持つかっていう、今スカウトの僕らがやるだけじゃなくて、僕らが人を動かすような仕事のやり方、仕組み作りをしていかないといけないと思うんで、正直自分でやろうとか自分たちだけでやるみたいな狭い考え方は脱却して、いろんな人たち、もしかしたら皆さんもそうかもしれないです、
皆さんからいろんな情報をいただいて、そしてただ大事なのはたくさん情報がありすぎてもそれをスクリーニングするシステムとか力が必要なんで、その多くの情報の中でいい僕らが欲しい選手のスクリーニングができるような仕組みっていうことも必要になってくると、その中で、出てきた選手たちを具体的にこの2人がもう少し詳しく見ていくような、そういった仕組みが必要なんじゃないかなということは思ってるんですけども、まだこれから着手してもう少し、状況環境分析をしてから着手をしていくのかなというふうに考えています。よろしいですか。はい、ありがとうございます。では続いて質問ある方どうぞ。じゃあそちらのネクタイつけてらっしゃる方いきましょうか。今日貴重なお時間いただきましてありがとうございます。西野さんにお伺いしたいんですけども、昨年の新強化体制の、開幕試合発表の中で、IT ですとかいわゆるサイエンスの部分を、裏列にもっと入れていきたいというお話をされてたかなと。 IT ソリューションですね、ドイツの SAP ですとかそういうところを入れてきて、例えばですけどそういう話をされてたかなと思うんですけども、そういった成果がですね、どういうことを今具体的に考えられていて、具体的にそのクラブですとか我々サポーターに目に見える形でいつ頃、アウトプットが出てきそうなのか、今具体的に言える範囲で構いませんのでそれを教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。あくまでも IT っていうのはツールなのでやることが大事だと思っていて、やりたいことは今質問にありましたようにスカウティングシステムとかそのネットワークを持つこともそうだし、集まってきた情報をどうやって整理して、何ていうの、蓄積していってそれを活用していくかっていうところだと思ってます。で、一番最初にやんなきゃいけないのは選手の評価を、例えばトップチームの監督コーチとか我々のアカデミーのコーチが、あの選手速いよねって言うじゃないですか。じゃあその速いってそのどれぐらいのレベルなのっていうのを、せずに速いっていうことをみんなで口にしているとみんなが違う速いを見てる。その時にスカウトと我々と監督が違う速いを見ながら選手を取ってくることになった時に、何これっていうことが起こり得るわけです。なのでそういったところを何て言うか物差しを作るって僕は言うんですけども、フラーレッツとしてのサッカー選手の評価のいろんなポジションもありますし、いろんな評価の物差しを作ってそれをみんなで共有しましょうっていうのが一番大事なことで、別にそれが手書きの紙でもいいんですよ、できれば。でも今のもう毎日のように、全世界の中間にいる人たちから毎日のようにいっぱい選手の情報ってくるんですね。なのでそういったものをちゃんと整理してみんなでそれをちゃんと見て、で今の我々の持っている選手と比較して、だったらこの選手だねっていうのをちゃんと根拠を持って選手を選んでいきたいっていうのがアイデアです。それを作り始めるという段階です。まだこれからです。今いろんな情報を集めて、もちろん SAP 社の話も聞いているし、その中でもお金もかかりますし、じゃあ何をどうやってやっていこうか、で合わせてスカウティングシステムを国内世界でどういったものをどういった形で作っていってやっていこうかっていうのを今もまさしく設計しているような段階です。なのでサイエンスでちょっと偉そうに言いましたけど、基本的にはもう根拠をちゃんと持って選手を獲得して、それをちゃんと振り返って、我々が選手を見る目、編成する目をちゃんと成長させていきましょうっていうのがメッセージで、 IT っていうのはキャッチーだから使いましたけど、あくまでもツールです。間違いなく使えます。だって、遠方で見てるスカウトが同じシステムでポンって評価やったら、我々ここで見れるわけですよね、今ね、パッドで見れるわけですから、すごく効率がいいので、情報共有のツールとしては必ず使いたいんだと思っています。というようなお答えで大丈夫ですか。はい。よろしいですか。はい。はい、ありがとうございました。さあ、それでは続いて、はい、質問のある方、挙手お願いします。じゃあ一番後ろの奥の方行きましょうか。マスクをつけてらっしゃるお客様かな。すいません、もう一回挙手お願いします。はい、その一番後ろの方のマスク、そうですそうです。はい。こんばんは、南から来ました前田と申します。中澤さんになるのか西野さんになるのかわからないんですけれども。
順番についてお尋ねしたいと思います。今442を法学校やってると取り組んでいるというふうに伺っておりますが、順番人の選手について、補強を継続して検討していらっしゃるのか、あるいは現有のチームメイトで今シーズン戦っていくというお考えなのか、あるいは、他のポジションで今までやってきた選手を、コンバートするお考えがあるのか、そのあたりを伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、中盤の選手、まあ、今関監督は 4-4-2 というスタイルでやってます。私たちはでもこのスタイルまではこのスタイルでやってくれと掲示したことはありません。でも、まあ、この今スタイルをやっている中で、まあ、思うところでは今ありますけれども、まあ、ここから思うところは、まあ、ここから今チーム作りをやっていく中で、まあ、これからさまざまな判断していかなきゃいけないんじゃないかなと思っているんですが、今現有で抱えている中盤選手たち、うん、ここは能力がある高い選手たちが揃っていると思うんですけれども、うん、やっぱその中で、いくつかのところで、判断しなきゃいけないタイミングが来たら、その時にはまた考えたいなと思っています。よろしいですか。はい、ありがとうございます。さあ、それじゃあ、あと何問いけるかな。はい、はい。じゃあ、お父さん。はい、はい、真ん中の黒かな、本かな。南区から来ました、豊島と申します。端的に聞いてですね、昨年からいろんな方にオファーを出されていると思います。それで、特に日本の選手から断られたと聞いてますが、それはどんなことが理由だと思いますか。これ外から見てないと多分分からないと思うんで、西野さんぜひお願いします。はい、いろんなという言葉がですね、多少ちょっといろんな意味を取られますので、ごくわずかな数人だというふうに伝えておきたいと思います。ごくわずかな数人です。ここは出しました。はい、確かに縁がありませんでした。その原因、僕らもいろいろ分析しています。何が言えるかちょっと分かりませんが、やっぱりこういう移籍っていうのは、もちろん金額のところもあるかもしれないですし、選手によっては、もしくは、そのクラブの魅力とか、町の魅力とか、いろんな観点で選手は、その複数の選択肢がある場合には、チームを決めると思っています。で申し訳ない話ですけど、正直に言ったら、今その来てほしい選手からレッツっていうチームが魅力的に映ってないのかなというふうに僕は個人的に感じました。だったらそれをどうしたらいいんだろうというのを今すぐ一生懸命考えていますっていうのが、すみません、僕個人的な考えです。それはで、そこはどうしても黙ってられない方がいらっしゃるようでございます。はい、というところがすごく大きな課題として突きつけられてますし、学ばなきゃいけないところだというふうに思っています。どうぞ。僕も答えていいですか。それはやっぱ浦和レッズとしてのコンセプトがない。さっきの話に戻りますけれども、浦和レッズに行ってもどういうサッカーをやるの、どうなるの。例えばお父さん、息子さんがもしいらっしゃったとして、じゃあ浦和レッズのアカデミーに入れます。アカデミーがどんなサッカーやるかわからないから入れようと思わないじゃないですか。隣のオレンジのチームがすごくいいサッカー、こういうふうなコンセプトになって、だったらそっちに入れようかな、多分なると思う。それと比べると良くないのかもしれないですけど、そういう表現の仕方しても良くないのかもしれないですけれども、やっぱそういうところをしっかりしていけば、コンセプトをしっかり作って、浦和レッズはこういうサッカーをやってる、何こういう選手が必要なんだ、必要されてるんだっていうものが伝われば、選手もこっち向いてくれるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そのようなチームにしていきたいなと思ってます。よろしいですか。はい、ありがとうございました。さあ、あと2問ぐらいかな、どうだろう。じゃあそちらの女性、まあ、女性じゃないですね、ごめんなさい、男性でした、すみません。マスクの方のお隣の方、はいはいはい、
ご夫婦に見えてすいませんでした。本日はありがとうございます。ちょっと過去に振り返ることになるんですけども、確か2007年ですね、 ACL で優勝してクラブワールドカップに出場して、その時まあ準決勝で AC ミランに負けてしまったんですけど、その時の敗戦から、やっぱり世界に通用するサッカーを、まあ、目指したいってことで、どちらかというと、なんていうか、その辺からのポゼッション志向のサッカーを目指すようになったと思うんですけども、で、まあ、今までそのカウンター型のサッカーだったんですけど、そこからまあポゼッション型に、まあ、世界に通用するサッカーを目指していたと思うんですけど、そこからまた変えようとしているのか、それともなんていうの、まあ、さらに上積みで、なんかプラスアルファとして行こうとしているのか、その辺のまあ方向性っていうんですかね、をちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、ね、まあ、僕が今年からこの立場になった僕が過去のことを、まあ、どう表現するかちょっと難しいところもあると思うんですけれども、まあ、自分が今までこのクラブに携わって感じたことでいいですか、この立場。まあ、さっき言ったように、はっきり言ってその時その時の監督の丸投げのサッカー、だから浦和レッズとしてポゼッションサッカーを始めて継続していくっていう宣言は多分したことはないと思うんですよ。で、カウンター志向のサッカー、その時の監督が志向していたサッカーであって、まあ、だからさっきから同じことの繰り返しでありますけど、これから僕たちは作っていかなきゃいけないんです。もう27年経ってるんですけど、ちゃんとした浦和レッズとしての方向性を持ってコンセプトを作って、これからいいチームを作っていく、その中で提示させてもらっていただいたサッカーが今回先ほど皆さんの前で、表現したあのサッカーです。ですから過去こういうことがあって、こういうサッカーだった、こうだったっていうのは一貫したものがなかったからじゃないかなと思っています。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあそろそろ最後ですかね、最後の質問いきましょう。はい、はい、じゃあ行きましょうか。はい、浦和区の方から来たものです。ですね、永井さんに聞きたいです。ですね、最後来ました、変化球来ましたね。いろんなチームを渡り歩いた永井さんが考える、はい、強化の人には言えない浦和レッズにこれがあったらいいのになってことってありますか。おお。浦和レッズにこう今までなかったものでこれがあったらいいのになって、その他のチームで感じたことはありますかみたいなことでいいですよね。はい、はい、まあ、簡単に言えばレッズにまだ現状足らないなと感じることでいいじゃないですかね。で取り入れればいいのになって、やはりその浦和レッズにいた時っていうのはすごくこう浦和レッズっていうブランドっていうかブランド価値というものがすごくあって、なので実際他の J1 のクラブとかに行った感じでもやっぱりここまで整ったりここまでブランド価値のあるチームっていうのはないんですよね。その中でじゃあ実際浦和がってやってたけど浦和ではやらなかったんだけど逆に他のチームとかでは結構やるとかっていうことが結構あって、例えばそのもっと地域密着のためにもっと選手が動いたりとか、もちろんそういうものももちろんありましたし、ブランド価値があるからこそ守らなきゃいけない部分はあると思うんですけど、もっとなんかこう身近にじゃないけどもう少しこういろんな方々とこう接したりとかっていうのは少しあった方がいいのかなっていうのは僕個人としては考えたりはしますし、やはり僕も今は解説者としてだったりとかいろんなチームをやはりこうもちろん見て
取材とかをさせてもらったりすると、やはりまあ先ほどからやっぱり久井さんがおっしゃるように、やっぱりそのチームとしてのこう軸になるもの、やはりまあ例で言うと、まあ鹿島とかはやはりその変わらないですよね。だからなかなかシーズンが調子悪い時でもやっぱ立ち返るところがあるっていうのをどの選手もやっぱり言うんですよね。それはやっぱり今までこう培ってきたものがあって、で浦和はいろんなやり方をやっぱり取り入れてきたと思うんですよね。まあこの時はこういうやり方、こういうことでこういうやり方で、逆に浦和は積み重ねてきてはいないけど、いろんなものは見てきてると思うんですよね。でそういうのを考えると、じゃあこの中で真久さんが多分チームの方々と一緒になって、こういうものっていうのがやっぱり作られていくと思うので、やはりこの軸にあるになるもの、やっぱりこれが絶対的に浦和には必要だなと。やはりその選手の補強のことだったりとかって話は出ましたけど、やはりこの軸があるからこそこの軸に合ったものを連れてくるんですよね。それが一番無駄がないですよね。本来あるべきの姿なんですよね。だから監督もそうなんですよね。このサッカーに近い人、これに何か色付けをする人が監督として来るべきだし、だから必ずやっぱここがどうしても必要になるんですよね。だから僕はもうずっと浦和を出て見てきた中では、やはり浦和にはやっぱこれがない、じゃあこれをどういうふうに作るんだろうっていうのはこれからやられていくことだと思うので、もうとにかくもう軸ですよね、だと思います。すみません、そんな感じで大丈夫ですか。いや、十分だと思います。今もう立花社長がメモ書きしてましたからね。はい、もう素晴らしいご意見だったんだと思います。ちなみにじゃあ今の永井さんの発言を受けて、じゃあ戸張本部長、最後コメント一言お願いいたします。本当に最後です。すいません。本当に今日は有意義な時間をいただいて感謝しています。我々皆さんからご心配をいただいて、そういったなんていうかな空気というかよく感じてます、まあ、そういったことに現状十分自分たちも理解をして、皆さんと一緒にこれから新しい、さらに、ね、大きなクラブを作っていきたいというふうに本当に真剣に覚悟を持って思ってますので、今年特に去年からチームは少し自信を失っているところがあるのも事実です、いろんな改善、課題解決をしていってますけども、今年、初戦非常に、大事な入りになるというふうに考えてます、正直開幕金曜日になりますけども、 J リーグオープニングゲームですけども、本当にある意味決勝戦のつもりで一戦一戦戦っていきたいと思ってますので、ぜひ一緒に皆さん力を貸していただいて戦っていきましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。やっぱり一言言っておきますか。お願いします。はい、この対戦になってチームの雰囲気がガラリと変わってます、選手も生き生きと、そして監督もですねはつらつと今やってます。私が狙っているレッズの変革という意味では非常にいいスタートが切れたと思ってます。でも結果が伴わないとまた同じことの繰り返しになると思います。ここで変える、ここでこういうことをやる、こういう軸を作る、今日はこれだと思います。じゃあもうイロモスでアイウェオ作文でもやりますかぐらいの感じですけどね。いいですかこれで。ああ、お願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで以上で質疑応答の方終了とさせていただきます、本当皆さんたくさんのご質問ありがとうございました。十分参考にさせていただくものだと思っております。それからちょっと質問お答えできなかった方申し訳ないですけどもね、本日のことはちょっとご了承いただければと思います。ではステージにご登場いただきましたこの5名には、ここでご講談いただきたいと思います、皆様どうぞ拍手でお送りいただきたいと思います。
さあ、それではですね、いよいよ最後ということになりますが、ここで浦和レッズ大槻監督、そして今シーズンよりキャプテンを務めます西川周作キャプテンより皆様へのメッセージがございます。どうぞスクリーンをご覧ください。浦和レッズトークオントギャザー2022ご来場の皆様、こんばんは。監督の大槻剛です。いつも浦和レッズに大きな声援サポートをいただき本当にありがとうございます。今季2020年シーズン、我々は今沖縄キャンプにて新たなチャレンジ、新たなコンセプトをもとに選手と共にチームを作り上げています。今シーズン埼玉スタジアムで我々が戦う姿、そして走る姿、そして皆様の声援の後押しをいただいて勝利に向かう姿をぜひ見ていただきたいと思います。今年も応援よろしくお願いいたします。浦和レッズトークオントギャザー2022ご来場の皆様、こんにちは。今シーズンよりキャプテンを務めることになりました西川周作です。僕自身サッカー人生でキャプテンという立場は初めてになります。しかし僕らしく自分らしくチームをポジティブな方向に必ず持っていきたいと思っています。チームとしても新しいことにトライしています。開幕からしっかりそれを出せるようにキャンプでもしっかりと頑張っていきたいと思います。チームとしては ACL 出場権獲得を目指してチームみんなで頑張っていきたいと思います。皆さんの心強い後押しをよろしくお願いします。今シーズン頑張ります。さあ、ベイズ2のアンテナでございますけどもね、西川キャプテン、新キャプテンからのメッセージもございました。ということで、以上をもちまして本日すべてのプログラムを終了とさせていただきます。本日は最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。